こんにちは、シロです。最近暑いですね。夜中なんて暑すぎて、お布団からズル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 冷たいところを探し求めた結果、冷たい床でハーって寝ちゃうんじゃ。ということで、収録中ももっと涼しくなりたい。それでは、シロ魔法発動。はーい、ということで、今度からはこちらの衣装でやっていきたいと思います。改めまして、この涼しげなシロちゃんもよろしくお願いいたします。んじゃ、今日も面白そうなゲームがあるのでやってみたいと思います。今日はシロがずっと実況したかった Life is a Game という作品をプレイしていきます。一瞬ね、このタイトルを聞くとなんかこう、人生はただのゲームでしかないんだっていう軽く聞こえるように思ったんですが、ゲームのルールをご紹介します。本作はゲームを開始すると自動で画面が右へとスクロールしていきます。画面が進むにつれて、この今映ってる赤ちゃん、シロちゃんも年を重ねていきます。移り変わっていく中で自分で都度、選択をすることができます。じゃあ一旦ちょっと話してもわからないと思うので進めていきましょう。シロも初見です。いきます、スタート。クマさんだ。あ、ゼルダっぽいおもちゃがありますね。ママー、パパー。あ、こうやってなんか、あ、ミルクを授乳してもらえるんですね。セルフ授乳だ。滑り台。だから滑り台って言うんだ。すご。あ、弟見捨てた。シロの押すタイミングが遅かったから。はい、泣きやみましたね。運動神経がよろしくないからスルーしちゃう。行くぜ行くぜ。へえ、あ、運動しよう。運動はいいぞ。え、学校の廊下で運動はまずい。あ、すごいすごい。これ勉強かな、これ絵画かな。こんにちは。あ、アニメの話、マーベル作品が好きなの。こんにちは。渋いね君。こんにちは。何、白も混ぜて。押せなかった押せなかった。ハートが今白いっぱいある。笑顔もいっぱいついてる、左上のゲージ。お寿司だ。ちゃんとお金を稼げるようになったのかな。あ、塩外科医さんなんだ。あ、雨がストレス発散。今左下のコマドで趣味か交友か家族を選べるみたいで、趣味を選びました。雲がついてる。あ、なんか値段が書いてありますね。金は貯めていこう。810もあるよ。バス。あ、バスもそうだよね。通勤かな、これは。金かかるね。あ、いいね、ふにふにお姉さん。そんな、そんな、友達聞いてください。こんなことがあったんです。君はどう？結婚した。あ、わ、ピクニックだピクニックだ。この彼女は自転車にまたがってなかったからスルーします。なんで一人になったの。マタニティ。友達にバカ電話しちゃダメだよ。家族に電話しないと。家族早くゲージ回復して。先生になっちゃった。家族に電話。お金も稼ぐよ。パパ頑張る。あ、あんまりお金稼ぎすぎると疲れちゃって雲ができるのかも。だからちょっとお金避けてみましょうか。あ、これタバコだ。あ、タバコ取っちゃった。孤独のグルメ、シロ大好き。家族に連絡。え、家を買いました。あ、なんておしゃれなおじいちゃんになっちゃったの。おばあちゃん、
取らない方がいいっぽいです。あ、ちょっと白のどんくささが、あれ、洗濯をしてるんだけど、あれ、お金めっちゃ少なくなった。あ、今いろんな人にお金あげてたのかな。おばあちゃん、おばあちゃん棺に入っちゃったの。あ、ミイラになった。あ、よかった、シロノが先に行ったんですね。かわいい猫さん。平凡でも、そうか。ああ。うん。え？子供がいたんだ。人の心を分かろうとし続けなければ、人は去ってしまうのか。え？楽な選択をしたってこと？シロがどんくさいからだ！彼ともっと連絡を取った方が良かったのか。ああ、お母さんとお父さん、どんな人生を望んでたんだろう。面白いですね。ちょっと、シロは魔王少女なので、次の人生も歩んでみようと思います。やってみます。趣味を大事に、家庭を大事に、タバコの選択肢があったんで、ちょっとできるだけ避けるべきものもあったので避けてみようと思います。ね、知らなければね、それでも幸せなので。あ、ちょっとこれは、あ、落書きだ。才能の爆発だ。かかちゃんをとにかく泣き止ませて、これが才能のひらめきですね。これできるだけ取っていきたい。え、なにこれ、消火器で、あ、歌ってる。あ、そういうこと。行くぜ行くぜ。あ、なんか違う大人になった。コウハだ。あ、お寿司食べたかったよ。食欲は健在なんだよ。こんにちは。けど、プレゼンに失敗しました。食べる。タバコは取らない。なんかさっきと全然違う人生だ。小さくてもお花を買っておこう。安い方の車を買っておこう。お金が足りねえ、借金だ。金を取るぜ、次こそ。君だ、オフィスの君だ。やったー。あらー、ハートついちゃってまー。ピクニックしよう。お金が足りねー。サイクリングもした。子供は生まれてない。かわいい、ショートパンツだ。そこじゃない。なんか耳から毛が生えてる。アホ毛生えてるよ、耳から。手伝う。このルビーは何なんだろうね。あ、取っちゃった。ちょっとシロ、シロちょっと下手すぎる。あ、家族、家族を大事にしないと、また私趣味を勝手に選択しちまうぜ。はい。マイホームは、あ、買えないんじゃ。線貯めないとダメなんだ。ママー！あ、時間は取っちゃダメだ。え、
な。でかい。男だったら生きたまま入る。そういうことじゃない。あれ、なんか違った仙人みたいだった。うん、うんうんうん、ちょ、うーん、妻のメロンパンがすごい。幸せだったんだね。はあ、面白いこれ。でもふかふかのお布団に連れて行ってあげたい、奥さんを。このアホ毛が耳から2本生えてるのは何なんだろう。確かに白が趣味ボタンを連打してしまったから手近なところにあっただけで。他の車もいつ買ったの？これでもさ、どう見ても消火器に見えるよね。なんか、わかった。大人になってからいろんな選択をするけど、それまでにいろんなことに興味を持っておいた方がいいんだな。さあ、今度の人生はどう色づいていくんでしょうか。うまい、うまい。めっちゃ集中しちゃう。滑るんでしょう。こうよっちよっち。ぽいん。落書きもする。ぽいん。ぽいん。落書きもする。間に合わんのじゃ、落書きもする。クリエイティブになった、めっちゃ。落書きもする。間に合わん。引くで！ヒロは考え始め、また来た。あ、初めて過去の彼がまた来た。おお、矢には取らねえ。よしよしよし、フライドチキンだ、おいしそう。あ、助けてあげるよ、マイリトルハニー。はぁ、ルビーを逃したんじゃ。女に目がくらんで、ルビーを逃したぜ。うー、あ、バカ野郎、手を出すな、矢にに。台に乗せてほしいんじゃ。シロちゃんトラック出発。ボンボン。車に乗りながら電話していいのか。どうですか。次行くぜ。選べん。来た、間に合ってん。え、手伝ったのに。いや、ダメだ、見返りを求めて手伝ったからいけないんだ。聞いてくれ、聞いてくれ、間に合うか。3両目のね、少々。なんて美しいハニーなんだ。想像絶する美人さん。かわいい。行くで行くでー。あら、目が赤い、奥さんの目が。奥さんの目がやばい。あー、もう成長してる。家族を大事にしないとだな。あら、かわいい。やっぱ耳からアホ毛生えんだな。なかなか、あ、借金が。借金がなかなか。食べろ食べろ。白だって電力以外も食べるんだ。間に合わねえ。もうマイホームなんかいいんだよ。家族の形は白が決める。みんなが一緒に過ごすならそれで幸せなんだ。取ってどうする、白ちゃん。いやー、飛べないのね。何も押せないのね。もう選択できる年齢ではなくなったのね。そんなことないよ。どうだった？あ、すごい人に囲まれてる。
友達の動きがオインゴボインゴブラザーズのエンディングのあのアニメーションみたいな動き。はい。そんなことない。なんか目まぐるしく、あ、嬉しい。そっか。なんて浮気症なんだ。そうだね。経験の一つに固執せずね、通るべき道だったんだなって思うのも素敵だね。友達で居続けられたなんてすごいですよね。環境の変化があってもお互い応援したり受け入れられたっていう。面白かったです。多分シロと違うプレイスタイルでやったらいろんな人生をまた歩めると思うので、皆さんもぜひやってみてくれたら嬉しいです。そうか、なんか先を見越して貯金をするとかいろいろ計画すると後々選択肢が増えるとかもなんか現実に即してて面白かったです。ご視聴ありがとうございました。あなたもライフイズアゲームをして別の人生を経験してみるのもいいんじゃないですか。バイバーイ。